はい、皆様こんにちは、清水浩一郎です。さてさて、今回は要チェックです。2024年こうなるというこの未来予測、経営者に必要な予測を先取りしておいて成功していきましょうっていう、こんなお話なんですね。2024年はこうなるとか未来予測みたいなお話っていっぱいあると思うんですけれども、今のねキーワード、重要だと思うポイントを認識しておくだけで、かなり正確にこれをやっとけばいいんだなってことが分かるようになるんです。で、多くのケースの未来予測ってね、当たっただ当たらないだって話って多いと思うんですけども、今回は社長にとって必要なポイントを認識しておくってことによって、皆さんの会社が良くなっていく、成功していくっていう視点に絞ってお話できればなと思います。見ておかないとですね、視点が漏れちゃうと、ああそれ対応できてなかったって言って後で困るんです。これやってる人は絶対やってます。うまくいく人は必ずチェックしてます。そういう視点ですから、もしね気になるなと、これ知っとかないとなと思われた方、最後までご覧になっていただければと思います。ということで要チェックです。2024年はこうなる、経営者に必要な予測を先取りして成功しようということでお話しさせていただこうと思います。もしかしたらちゃんとね学んでる方にとっては目新しいことないかもしれませんけれども、でも本当に大切なことだけ絞ってお伝えしますよ。まずはですね、もう皆さん認識してますね、コロナが過去のものになっているんだということです。まあ、これは日本以上に世界がそうなってます。で、これ過去のものになってるってことがどういうことかなんですよ。だから今までコロナ融資だとか、コロナで助けられてたっていう人が使えなくなるってことなんですよ。日常に戻るので、日常に戻るということは実力が試されるってことです。この意識を持ってないと、ああコロナが終わったよね、良かったよねみたいな話じゃなくって、コロナの間に DX だとかオンライン化だとかAI があって一気に進みましたよね。それをやってないと他の会社がガンガンやってますから、ここで差がついちゃうんですよ。もう今までのコロナは言い訳になりません。今までのなんか有利なことがあって生き残っちゃったとか、売上上がっちゃったとか、資金調達できちゃったっていうのが通用しなくなるっていうことをもう絶対起きます。もうすでにね、コロナによって融資を受けてお金があったけどもうまくいってない会社がどんどん潰れてるって話、過去最高の倒産件数だみたいな話もね、これまでの YouTube でもお話させていただきましたけども、これの認識を強くしないといけないと。特別なボーナスは終わりましたよっていうことなんですね。で、さらにはですね、これからはもう確実です。海外進出日本がしなければいけません。いや、欧米からね日本にやってくるんですよ、やたらと。なぜならば円安だから。円安だし、インフレが起きちゃってるので、インフレが起きてると何が起きるかっていうとですね、向こうは単価が高くなってるから、給料も高くなっちゃってるから、さらに円安も起きちゃってるから日本にガンガン来るんですね。そうするとこっちから行かなくてもいいような気がしちゃうんですよ。行くとそんな気がしちゃうんですよ。なぜならば日本円を持って海外に行ってもやたら物が高いからです。うまくいかないからです。日本円で稼いでる間は苦しいんですよ。だからドルを稼がないといけないんです。外貨を稼がないといけないんですよと、ここでは強くお伝えしたい。中にこもってたところは一気に分かっている人は出まくってます。海外に行きまくってます。で、さらに言うとですね、もう世界経済の成長の鈍化がすごく進んできますから、これまでですね 6% だとか 7% だとか 10% だって言って、世界の経済、いろんな国々のですね経済成長が一気に進んでたものが2% とか 3% で、各国経済成長の鈍化がもう予測されてるんですね。で、ちなみに日本は経済成長が鈍化もともとしてたんだけど、低いままずっと安定的に進んできます。で、これはむしろ欧米の下がり率からすると、海外はうわなんか苦しくなったなって感じがありますけど、日本は底力があるっていうか安定的に進んでるので、それを見て世界中から日本にやってくるんですね。で、そうすると日本がどん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 お金は落としてもらえるのはいいんですけども、あなたの生活が豊かになるかっていうと、観光業とか飲食だったりホテルだったり、欧米人を受け入れられるビジネスをやってるならいいんですけども、残念ながらですね、普通にしてたら我々はなんか世界の中で負けちゃってるな、苦しいなって、豊かさ感じられないなって感じになります。絶対に外貨を稼ぐってことを考えていただきたいんですよ。いや、うちなんか無理でしょって思うかもしれませんけど、もうだって実際問題ですよ。日本国内に至ってウェブサイトを英語にして海外で決済できるように今簡単にできちゃうじゃないですか。海外との打ち合わせだってズームで簡単にできちゃうじゃないですか。で、海外の会社で日本人が進出してる人がいたらですよ、その人に外注をしてですよ、日本語で仕事の依頼をして海外で向こうでビジネスを回してもらったりできちゃうじゃないですか。英語でやってもらうって絶対
対にやっていただきたい。2024年はもうこれが一気に進んでいくので、これをやった人が勝つ時代です。断言します。でそして3つ目、何よりも AI です。とにかく AI なんですよ。 AI を作るなんて側になるのは残念ながら日本の技術だとかデータをどんどん吸収していて食べさせる時間が必要なので、今からそれを作ろうと思ったらはっきり言って勝負できません。だから使う側としてのプロになっていただいて、付随産業で稼ぐって感じです。例えばですよ、 iPhone を作ろうと思ったり Android の携帯スマホを作ろうって言ったらすごい技術が詰まってるじゃないですか。あれを今から作ろうっていうよりは iPhone の修理屋さんとかケースであるだとかアクセサリーだとか iPhone で使えるアプリを作るとか、そっち側に回った方が付随産業で稼げるみたいなことありますよね。さらに言えば AI によって頭の中で自分で考えるよりも圧倒的に速い速度で答えをくれるわけですから、優秀な部下だと思って AI を使っていかないといけないっていうのがより一層進みます。ちなみにアメリカはチャット GPT 人口の半分以上が使ってるんですよ。日本はまだ数パーセントです。使ってるって人が、いや触ったことがあるとかね、見たことがあるとか聞いたことあるじゃもうダメなんですよ。圧倒的な遅れです。とにかく使ってください。とにかく AI を優秀な部下だと思って使っていかないと確実に来年は立ち遅れます。でさらにはデジタル化なんですよ。とにかく AI だし、とにかくデジタル化なんですよ。ポイントはですね、優秀な経理のソフトだったりだとか優秀な人事管理ソフトだったといっぱい世の中あります。ぜひ皆様ですね、自分たちでまずは活用していただきたいんですよ。いろんなソフト、販売管理だとかね、顧客管理だとか、いろんなアプリにも AI も入ってめちゃくちゃ使いやすくなってます。安いです。今は昔はね、それ導入するのに数百万だとか、さらに1アカウントあたりいくらみたいなね、開発とカスタマイズと導入の研修とかなんか言ってると、もうすごいお金がかかっちゃってたんですよ、昔は。今、ものすごく安いんですよ。数万円単位とか数千円単位で導入できちゃいますみたいな、サブスクになってるみたいなものがあるので、まず使って活用してみて、あ、こうやってやると早くなるよねみたいなもので慣れてきたら、おすすめはですね、自社オリジナルの顧客管理ソフトだとか、セールスフォース、つまり営業の活性化みたいなものだったりだとか、人事管理だとかね、 HR 系のものだったりだとか、経理系のものだとかを自分たちのオリジナルでカスタマイズで作ってみるんですよ。作ってみるとこのデジタル化の意味がものすごくわかるんですね。業務プロセスをちゃんと作らないといけないですし、自分たちで作って、あ、これいいじゃんってなったら、もうそれ売る側に回ってくっていう、こんなことが2020年は求められますみたいなことで、事業をねピボット化するっていうか、デジタル化でもうやっていくしかないです。日本はこれ本来日本で自分たちで作ってカスタマイズしていくってものすごく得意なんですよ。どちらかというと欧米とかアジアの各国はですね、できたものを使うだけっていう感じで、自分たちで創意を工夫して何かやっていくっていうのはあんまり得意じゃないです。日本人はむしろそれ得意なので、 AI だとかデジタル化、自分たちが活用しているものを自分たちでまた作ってですね、世界に売っていくぐらいの感じのことをぜひしていただきたいなって思いますよ。そして2024年はですね、国際不安がもう進みます。残念なんですけれども、紛争の増加が起きます。我々じゃあどうしたらいいかっていうと、場所を選ばずどこでも継続できる。例えば海外に引っ越ししたとしても継続できる仕組み、お店一箇所だけでやってるんじゃなくて、これを通販で成り立たせられる。例えばそのお店がなんかね、問題が起きちゃってできなくなっちゃうって、いきなり止まっちゃうとかではなく、国際紛争によって海外のあそこの会社のね仕入れができなくなっちゃうと、分散していってどこでも継続できるようにしとかないといけないっていうのが、特に2024年は広がると思いますね。で何よりもですね、もう分かっていることは労働人口の減少なんですよ。もうこれ圧倒的にどんどん進みます。これまでも言われてたんだけど、もっと採用しづらくなるので、だからこそ AI だとかデジタル化が必要ですし、魅力的な会社にしておかないといけない。つまり物価も上がるし、給料も上げていかないといけないっていうことなんですね。物価は確実に上がります。だから何しないといけないのか、給料のアップで、そのためにも単価を上げること、ちゃんとマーケティングをすることなどなど、ここのキーワードだけでもいろんなやらないといけないことって皆さんイメージ湧いてくると思いますけども、これからの時代はとにかく物の値段が上がります。給料が上がるので生産性上げないといけないってことなんですよ。で生産性上げるためには、皆様のお客さん、見込み顧客たくさん集まるように、オンラインのねマーケティング、デジタルマーケティングしないといけない。でそのためにはコンテンツマーケティングを AI でどんどん記事書いてもらって、
大量にできた記事を上げていくことによって、デジタルによって顧客獲得単価を下げて、どこでもできるようなグローバルな展開でプロの人たちと契約をしていって、どんどんコンテンツをマーケティングで回してもらう。で、労働人口が減ってから少人数でも回せるようにしていって、値段が上がっても給料を上げても回るような価値パターンを作るって、まあ、ここなんですよ。まあ、この感覚をですね、最初の方で海外進出って言いましたけども、これ難しくないですから、ぜひね、2024年こそ皆様その動きを取っていただいてですね、成功していただきたいと、うまくいったと言っていただきたいと。もちろん新しいことするとね、2年3年かかるかもしれませんけど、もし来年やらなかったら再来年もそれ起きないですから。で、周りはどんどんやっちゃってますから、遅れちゃいますのでね、今すぐ始めていただきたいという要チェックポイントをね、今回お話しさせていただきました。参考になったらなと願ってますが、いかがでしょうか。まだねチャンネル登録されてないという方いらっしゃったら、ぜひチャンネル登録してみてください。よかったらいいねボタンや素敵なコメントもお待ちしております。いつもご覧になっていただきましてありがとうございます。今回 YouTube の視聴者の皆さんに、なんと13個の特大特典プレゼントということで、期間限定 MBS 万徳マーケティングのセミナー無料ご招待、万徳系のすすめ書籍 PDF 全編プレゼント、あなたの企業を100年企業に育て上げる万徳系のすすめ、私自身の解説動画、集客を倍増させるコピーライティングがこれだけでわかるチャット GPT パーフェクトガイド、コピペするだけでプロの広告コピーが手に入ってしまうチャット GPT 海外最新プロンプト、変化の時代も売り上げを伸ばし続けるコロナ以降勝ち抜いているマーケティング3本の柱、たったの4週間で6000人以上を集客した実績付きのセミナーズ、門外不出の67の集客システム、100億売り上げた北の達人木下社長が広告術を語るセミナーズイベントの未公開映像、社長の指示なしで社員が勝手に成果を伸ばし続ける中小企業の DX 活用、年商5億円以上の社長が共通して実行した企業成長のロードマップ、社長も部下も予算策定できるようになる売上の方程式テンプレートと解説映像、会議の生産性が激増する会議所のテンプレート、そして解説映像、優秀な人材の離職率がゼロになる万徳企業になれる8つのチェックポイント PDF、 これらの全てが概要欄の LINE のリンクから受け取れます。ぜひ LINE の登録お待ちしております。